こんにちは、ワールドリエタスです。今日はですね、韓国で流行っているダーマスキンピーリングを試していきたいと思います。イエーイ。で、今日使っていくものがこちらです。じゃーん、ビーキューセルのダーマスキンピーリングというものを使っていきたいと思います。実はですね、これ前々から私も気になっていた商品で、これはもう簡単に言うとどういうものかというと、肌の新陳代謝を爆発的に上げて、むき卵肌を作ってしまおうっていうようなピーリングなんですよ。で、実際にこれは韓国のクリニックで使われるドクターズコスメなんですけれども、美容皮膚科のハーブピーリングみたいなピーリングで、自宅でもう本格的にクリニックのピーリングが試せちゃうよっていうような商品でございます。しかもね、これなんかブランド累計販売数120万個とかって、めちゃめちゃ大人気のピーリングなんですよ。マジで気になるじゃん。で、実際にどういうものかっていうと、肌の新陳代謝、生まれ変わる新陳代謝が、だいたい28日周期って言われてるんですけども、それを3から5日ぐらいにこう短縮させることで、ツルツルのむき卵肌を作ってくれるっていうものなんですね。肌の新陳代謝を上げて、その皮がむけることによって、ニキビケアだったり、毛穴ケアだったり、あとはくすみのケアにアプローチしてくれるっていうものなんですよ。しかもただ皮を剥くだけじゃなくて、ツボクサエキスとかナイアシンアミドがもう配合されていて、肌への刺激を最小限に抑えながらピーリングができるっていうような商品なんですね。ただ、ピーリングなので、ダウンタイムがあります。これが一つ注意点なんですけども、大体ね、赤みやひりつきが、2日から3日ぐらい、まあ、人によって違うんですけども、出るみたいなので、まあ、ちょっとお休みが長い期間とかにちょっとやってあげるのがいいんじゃないかなと思っておりますので、私はこのね、引っ越しがちょうどありまして、引っ越しの期間にこのダーマスキンピーリングを試させてもらいました。なので、ちょっとね、背景が変わってたり、なんかいろいろおかしいことがあるんですけども、もう引っ越しのお休みの合間に撮らせてもらってるので、そこはご了承ください。ということで、1日目の様子から5日目の様子まで毎日ですね、動画を回し続けたので、よかったらご覧いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。ではスタート。はい、では早速今日から始めていきたいと思います。早速今お風呂上がりなんですけれども、私はもう乾燥肌で、もうお風呂上がり今何もつけてない状態なんですけど、もうこの時点で結構パサついております。中にはこれがピーリングとアンプルが入ってますね。じゃあ今日はこっちを使っていくっていうことですよね。説明書も入ってるんだけど、説明書は日本語もありました。英語も韓国語もありました。なんかすでに目の周りが赤い気がしますが、洗顔後はね、別に強く洗ってるわけじゃないけど、私は赤くなりやすいので、もしかしたらこのピーリングで結構赤みとか皮むけが出ちゃうかもしれませんが、そういう方の参考になったらいいななんて思いますね。こんな感じになってて、ここを押すとピューイーって出てくるっていう感じになるので、いくよ。うわっ、うわっ、すごいすごいすごい、黒い、なんかケーキのチョコペンみたいな感じですね。うわ、すごい。あ、なんか猫にしちゃおう。あ、終わりだ。終わっちゃった。猫です。私顔でかいから足りるかな、ちょっと心配なんですが、これで全部使い切りました。もう入ってないよ。そしたら塗り広げます。おお、あ、はいはい、確かにちょっとチクチクする感じありますね。でもね、痛くて無理っていう感じではないですね。さ、砂浜で風強い時に、砂浜にいた時に顔ザラザラになる現象が起こる時あるじゃないですか。あんな感じですね。なんかザラザラチクチク具合といったら。だから別にそんなに痛い痛い痛いって感じでは全然ない。こんな感じなんだ。で、塗り広げた後に1、2分間くるくるしますってことなんで、1、2分間、はい、よいしょ、くるくる。手についたやつもったいないよね。
で、なんかこの強くこすると後々なんか影響するから、いい感じの、あの来る力加減でやってくださいみたいな書いてあって、難しいけど、まあ、本当に優しくくるくるしてます今。なんかね、伸びが悪い場合は水を足してくださいって書いてあったんだけど、私は大丈夫そうですかね、まあ、このままいけちゃいそう。ここがね、ザラザラしてるんだよね。あとやっぱほっぺの毛穴とかが気になるんで、この辺はちょっとくるくるしたい。あと鼻もね、私顔すごくない？あんまりね、強くやりすぎないようにっていうのがポイントらしいんでね。気持ちいいっすね。チクチクするけどなんか気持ちいい。え、こんなんでいい？ちょっと唇の下は避けてくださいって書いてあった。ちょっと剃ります。で、このまま7時間放置するんですけど、おすすめはこのまま寝るのがおすすめって書いてあったので、このまま寝たいと思います。でもね、まだね、ちょっとあ、まだまだペタッとしてるって言おうと思ったら、なんかもうサラサラになってるわ。くるくるが終わってから10分経ったんですけど、もうね、本当にカッサカサ、こすっても落ちないくらいになりましたね。うん、大丈夫。朝です。なんかね、この辺ね、布団で取れちゃったんですけど、まあこんな感じで朝迎えました。なんか音足すに、ママベタベタって朝起きて言われて、チビタスにはちょっと鏡見てきなって言われました。面白いね、本当に。で、今痛みはないんですけど、これ触るとやっぱちょっとこうチクチクする感じはまだ残ってますね。あの布団でなくなってる部分も触るとまだチクチクはあります。はい、水だけでね洗ってきたんですけれども、本当ね、洗い流してる時もやっぱちょっとチクチクする感じはあるので、本当に優しい力で洗ってあげるのがいいじゃないかなと思います。今日1日目の様子なんですけど、まあこの辺のね毛穴もまあ気になるし、この辺もねちょっとザラザラしてる感じはあります。まだね皮むけとかは起こってないですね。なるべく油分の少ないスキンケアで保湿するって書いてあったんで、今日私はカクタストナーっていうトナー使います。洗濯機めっちゃうるさく。わー、ちょっとでもやっぱまだね薬の効果は 2,3 日残ってるみたいなんで、まだやっぱねチクチクちょっとする感じはありますね。で、なんか1日目はメイクしたとしても、夜、今日の夜も水洗顔しかしない方がいいっていうことなので、なんかメイクして水洗顔ってちょっと不安なんで、とりあえず今日はねノーメイクで過ごしたいと思います。同じシリーズのカクタスクリーム使っていきます。ヤダーの商品ですね。これはあのビーガンコスメですごい低刺激で肌うるおせるよみたいな感じで、もう油分少ないって言ってもまあしょうがないよね。乾燥肌なので保湿ジルとかってあんま持ってなくて、だいたいクリームなんですよ、持ってるのがしょうがないから、これをちょっと薄めに伸ばして様子を見たいと思います。まあね、洗顔したことによる赤みっていう感じで、まだねこのピーリングで赤いっていう感じではなさそうです、肌は。あ、この辺の毛穴とかね、なんか消えてくれたらいいんだけど。1日目の夜です。なんかね、この辺が皮が剥けてきた気がする。この辺と鼻の周りがね、あとはちょっと全体的に赤み、なんかねほてってるみたいな感じですね。で、まだ触るとねチクチクはしてる。ちょっとチクチク、そんな痛くはないけどって感じです。でもやっぱなんか乾燥が気になるかも。なんかもう乾燥してるって感じなんですけど、今日もあの朝と同じスキンケアをして寝たいと思います。これアロール。どうもありがとう。はい、ありがとう。いいよ。ないないしてください。
できたよ。できたの。ありがとう。クリーム使いたい。いいよ。あ、どうぞ。ありがとう。ありがとうございます。2日目の朝です。今ね、この辺が皮がむけてて、あとちょっと口の周りも皮がむけています。でもなんかね、意外とね、赤みとかね、ほてった感じは私は感じなかったです。なんかもうちょっとね、2日目とか赤くなるかなと思ったんですけど、もしかしたら明日なのかな？個人差あるみたいなんで、あれなんですけど、今日は、ね、痛みとかも全然なく、なんか普通に、普通です。ただ、え？鼻出た？このね、皮むけてるとこがちょっとヒリヒリするくらいですね。2日目からは微細粒子と肌の奥の老廃物が脱落しますので、フォームクレンジングをして洗顔してくださいってことで、とりあえず今日までは昨日と同じ感じで保湿をしていくっていう感じですね。もうやっぱこの皮むけてるところはやっぱちょっとヒリヒリする、なんだ、日焼けした時の、日焼けして皮むけるじゃないですか、まあ、あれと同じ感じです。2日目の夜です。ここが結構ボロボロにむけてきましたが、別にね、顔全体にかゆみとかはなく快適に過ごせております。皮むけた部分だけちょっとヒリヒリするかなっていうぐらいかな。でまだね、ちょっと毛穴とかもね気になります。あ、おでことかもちょっとむけてる。ほら、今日は水洗顔、ノーメイクだったんで水洗顔して、朝と同じスキンケアをして寝たいと思います。ありがとうございます。3日目の朝です。見て、すごいむけてる。なんかこの部屋の布団にかすれて、朝ほら茶色いのがなくなってたから心配してたんですけど、ちゃんとここにも効果出てますね。すごいボロボロにむけている。洗顔フォームを使って洗顔していきたいと思います。で今日からここのアンプルを使っていきます。え動画してんの？そうだよ。あ、出た出た。あ、出たんですけど、出た。待ってくださいね。ヤジウマがうるさいな。あ、いい香りがする。そしたら今日からはクリームとかパックとかを使って保湿をしてください。ちょっとしみるかも、ここ皮むけてるから。はい、3日目の夜です。結構ねしっかり皮がむけてきて、なんか鼻なんかはもう結構皮がむけきってツルツルになってる。この辺はちょっとまだですね、まだまだちょっとこう触るとほらポロって出てくる感じ。おでこもねちょっとむけてきてる。ここは私がさっきぶつけちゃって赤くなりましたが、これの影響ではないです。結構やっぱ朝よりはね、皮むけてる範囲が広くなってきたかなって感じがするし、むけたとこやっぱツルツルだね。あー、すごい。おはようございます。4日目の朝です。いい感じにね皮がむけてきて、いい感じ。鼻の下もおでこも全部むけました。昨日の夜クレンジングして顔洗ってる時に、顔の表面がなんか白くって、なんかね湯葉みたいなのがここにピタって張り付いてた。それをピュってやったら皮がポロ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 って取れてきて、人間ってこうやって脱皮していくんだなって思いましたね。はい、5日目の朝ですが、だいぶお肌がツヤツヤになったと思いません？すごいなんかね、ツヤ、なんかつるっとむき卵肌みたいな感じになりました。まだねこの辺はちょっと皮がむけるかな。やっぱ部分部分によってね皮がむけるところは違うので、でもだいぶツヤツヤになった。ほら、このここら辺のツヤツヤとかが違いません？ちょっと眉毛描かせてもらってるけど、だいぶ綺麗になったんじゃないかなと。もう、すごいね、これ。最初なんか皮がベリベリむけた時は、どうなっちゃうんだろうって正直思ったんですけど、こんなにね、ツヤツヤの肌になるなら、ダウンタイムはあるんですけど、もう全然ありだなって思います。すごい。
いやー綺麗になった。なんかねメイクのりとかもすごい良くなりそうな感じですよね。ということでですね、今回はこちらのね B キューセルダーマスキンピーリングっていうものをね試させてもらったんですけれども、やっぱりねまあ、ダウンタイムさえ乗り越えれば、でもやっぱり、まあ、人にもよるんですけど、私はね3日目と4日目が結構皮がむけてて、ベリベリしてたなっていう感じがしてて、まあメイクがね私はすっぴんで過ごしたんですけど、メイクをしてもクレンジングが使用できない期間があったりもするので、まあ土日とかね、あとちょっと大型連休とかね、そういう時にね試してみるのがいいんじゃないかなって思います。でも私はなんかそのスーパーとかコンビニとかに行けないほどベリベリに向けたって感じではなかったので、まあ普通に日常生活はねできるんじゃないかなとは思うんですけどもね、これはやる価値があります。すごいツヤツヤだよ、ほらツヤツヤになる、ツルツルになる、触った感じの手触りもいいです。なんか一回こうなんかスッキリリセットしたいみたいな時で使うのがいいんじゃないかなって思う。すごい綺麗になった肌、なんか生き返った感じがする。なんかパンとしてますね肌が。気になる方のために概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひぜひチェックをしてみてください。ということで最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。